えー、こんにちは、黒田和哲です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ジャック・ディジョネットという、もう結構ね、たくさんの人から、えー、ジャック・ディジョネットをいろいろ解説してくれということでですね、えー、明日はドラムソロをちょっと解説したいと思うんですけど、ジャック・ディジョネットやっていきたいと思います。まあ、すごいドラマーですよ。僕もね、えっ、ー、と、生を2回見てるのかな。で、えっ、ー、と、1942年、シカゴ生まれの方で、まあ、ジャッキー・マクリーンとかチャール・ソロイトとかやってて、 まあ、マイルスのバンドやっぱ有名になってますね。あと、ビル・エヴァンスのバンドで、モントルーのフェスティバルのアルバムがあるんで、で、まあ、なんと言っても有名なやっぱ、キース・ジャレット・トリオじゃないかな。で、ご自身ではですね、ピアノも本当に、えー、マッコイみたいなスタイルなんですが、えー、っと、まあ、ピアノで CD を作成されていますので、えー、その辺のお話をしていきたいと思います。 それでは、えー、まず、ビル・エヴァンスの、モントル・ジャズ・フェスティオス。これよく聞きましたね。エディ・ゴメスと、えー、トリオでやってるんですけど、まあ、有名なのは、えー、いつかおじさ様がね、3拍子と4拍子と切り替えるやつ。これまたちょっと解説したいなと思ってるんですけど、3拍子と4拍子の切り替えは、フットプリンツでもやったんですけど、あれは1小節の長さが一緒で、これは、 1,2,3,1,2,3,1,2,3,4,1,2,3,4って一拍の長さが一緒で小説の長さが変わるっていうスタイルでワンコラスと変形してるんですけど、これすごい面白いんですよね。非常に、これのドラムソロも一回撮ったんですけど、今回はですね、あの、やっぱり、やっぱり何と言ってもキスジャレとトようなので、非常に新しいソロで明日ちょっと紹介したいと思います。ピアノでのアルバムはですね、1968年です。68年だからこの人すごくこう飛躍的な、なんか多分、 まあそれまでもすごくまあ活躍してるんですけど、やっぱり68年に自分のこのアルバムですね。これドラムロイ・ヘインズと書いてるんですよね。最高ですよね。そんなことできるとかね。えー、もう、いや本当に素晴らしい、もうあの、ミュージシャンだと思います。 で、マイルス・デビスの、まあ、これがやっぱり有名かな。これとあと、オン・ザ・コーナーっていうこの後のアルバム。ここから、えっ、ー、と、トニー・ウィリアムスの代わりに、えー、交代で入ってるんですけど、ビチェズ・ブリューってアルバムですね。これも,もう超、これチック・コリアも入ってるし、キースも入ってるし、もう超難解な、今聴いても、だいたいマイルス・デビス5分くらい何も出てこなくて、パーって吹いて始まるっていう感じなん、うん、なんね、20分、1曲20分とかの曲があるんですけど、まあ、これ未だに、あのー、ね、なんかこう、 すごく理解できるかっ,ったら理解。まあでもやりたいことわかるんですけど、あの、ずーっと聴いてられるからなかなか難しい、えー、難解な表、あのアルバムだとは思うんですが、やっぱりすごいこう、衝撃的でしたよね、これ、やっぱり出た頃は。まあ出た頃はって言っても僕生まれてないですからね、まだこの時ね。でまあその後やっぱりチックコリアとか、ここで一緒になってるとか、まあハンコック、もちろんこれもあの、オンザコナンとかで一緒になってるはずなので、え、このあたりで一緒になって、 で、まあそこからマイケル・ブレッカーとかジョン・スコフィールドっていう、まあジョン・スコフィールドとかもまあこの辺もみんなマイルスつながりですよね。で、マイケル・ブレッカーがヒュージョンの、えー、まあサックスの方なんですけど、えー、という形で、まあヒュージョン寄りな、まあ要はロック寄りなドラムもめちゃくちゃ上手いんですよね。だからこうヒュージョン的なジャズ的な。でもなんかヒュージョンというかジャズでもヒュージョンでもどちらでも活躍してるメンバーですね。その二、もうこの辺の方と一緒に演奏してて。 とはいえ、なんと言ってもキース・ジャレット・トリオだと思います。やっぱ、ピアノ・ジャズ・トリオの最高峰の一つですね。最高峰って言ってもあれですけど、まあ、最高峰いっぱいあるからね。えー、もちろん、えー、ピーター・ソン・トリオなんかもそうだし、まあ、いろんな最高峰があるんで、どっか一つに決めてしまいたくないんで、でも、まあ、やっぱり、ピアノ、キースがピアノ最高峰だよねって言ったって、まあ、文句言う人はあんまりいないんじゃないかなって言われるぐらい芸術性の高いですね。まあ、キースと、ゲイリー・ピー国と、ジャック・ディジョネットっていうのね、えー、これ、 まあ、何度か来日もしてます僕、結局一回もこのトリオでは見てないんですけど、僕、チックと一緒にやってるやつを見ましたね、ジャック・ディジョネットがね。えー、あのー、わけわからんけど、めちゃくちゃすごかったっていう、もう音色がかっこいいのと、あと、バースはね、一回もわかんなかったですね。明日解説してる8バースもですね、1個は動画ない。 30回ぐらい聴いたけど、やっぱりわからないっていうやつがあってですね。まあ、そこら辺のお話もしていきたいと思いますが、よくあれ、ホーバースコーが戻れるなって、こうやって数えても、クリックを入れても絶対に合わないんですよ。一泊絶対ずれてるっていうふうに考えたんですけど、でも、やっぱりこう、空気を出すんですよね。せーんって入るこう、空気を出すので、迷わずとピアノとペースが入ってきてるっていうところがいっぱいあるんですよね。だから、もうあの、ドラマーが聴いててもどこが白の頭かわかんない。 で、なんで白の頭がわかんないかっていうのは、まあちょっとそれは理由もあるので、そこら辺はちょっと解析していきたいと思いますけど、とはいえ、それでも、やっぱり、わかんねえなっていうとこいっぱいありますね。でも、まあそれにしても、まあやっぱり、ジャック・ディジョネット・グレートと言わない、まあドラマはいないと思いますしね、ミュージシャンもいないと思うんで、まあ本当にすごい、だからこう、 難しすぎて手がつけれないって感じですね。ただやっぱり手をつけてみるとやっぱり基本形を守っているし、そっからの発展ではあるし、トニーなんかもそうですけど、やっぱ基本形を発展させてるって感じがやっぱり、 昔のことよく知ってるなーっていうのがいっぱいいっぱい出てくるんですよね。だから昔のジャズのこういうのを発展させてるなっていうのがわかるんですね。まあ、いきなり適当にやってなんか難しいことやってるんじゃなくて、やっぱりわかりやすいものをやっぱ変形させてるっていう感じはすごくあるので、まあ、すごいですね。あとこう、いわゆるリックみたいなキースジャレットトリオっていうのは、こう、こう来たからこう返す、こう来たからこう返すっていうのはないんですよ。なんかこう、旋律旋律が美しくなるように、足りないところにお互いがこう、 こうなんかやりながら、新しいアイディアをに作りながらやっていく感じなので、もう本当にこう、昔のスタイルの分かりやすい掛け合いっていうのはほとんどないのに、まあ、聞いててすごい美しいって感じですね。本当にだから、まあ、一番あの芸術としては難しいところで、なおかつそれを結構普通の人が聞いてもキャッチに聞こえる。まあ、キースの場合は、あの、キース様の声がですね、 あーっていう声がですね、声の方がピアノより大きくなるので、まあ何とも言えないところもあるんですけど、やっぱり、うーん、にしてもやっぱりすごいですね。あの、あれも慣れちゃうとね、あの、なんか耳の外に行っちゃうので、ピアノの音ばっかりが耳に入ってくるようになるので、あれもそうだと思いますけど。まあどちらにせよ、ジャック・ディジョネットはすごいということでございますね。えー、まあ、ジャズでも叩き方がすっごい繊細なところとめちゃくちゃ男らしいところがあるので、 あの、すごい、まあ、おすすめ中のおすすめではありますけど、解説しにくいって感じですね。あの、解説するために取った踏みはいっぱいあるんですけど、なかなか難しいので、なかなか手,手をつけれなかったんですが、やっぱりリクエストもありましたし、自分もやっぱ勉強したかったので、えー、今回解説してみました。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きます ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。